アメリカ陸軍特殊部隊は、アメリカ陸軍特殊作戦コマンド令下の第一特殊、部隊コマンドに所属する特殊部隊である。グリーンベレーの通称で知られ、これは、特殊部隊資格過程を終了し、該当部隊に所属する将兵だけが着用を許される、緑のベレー帽にちなむ。ベレーの気象は、交差した2本の矢の上に探検、下にリボン。リボンには、 ラテン語で、デオープレッソリーベルと入れられている。また、単純に、スペシャルフォーセスを省略して、SF と呼称することもある。グリーンベレーの気象。1961年のグリーンベレー採用と同時に使われ始めた、デオープレッソリーベルと記されている。気象をベレーにつけるのは、可視感までで、将校は、これが、階級章に代わるアメリカ陸軍所属の、 特殊部隊であり、主にタイゲリラ戦を行う。陸軍の不評200人に相当する戦力をグリーンベレーの隊員一人が保有しているとされる。この表現は、優れた戦闘技能そのものに加えて、彼らの作戦が敵国内の反乱分子に戦闘教育を行い、自国の戦力として育成し、作戦を実施することを目的としているためでもある。また、 海外での活動を視野に入れているため、高度な語学教育を受けることでも知られている。グリーンベレーで経験を積んだ後にデルタフォースを目指す隊員もいる。現在、アメリカ陸軍特殊部隊としては5個現役グループ、2個、周兵グループ、1個訓練グループが存在している。近年、グリーンベレーの訓練を実施しているものの中には、PMC に所属する。 従業員も存在している。彼らもまた、グリーンベレーなどの特殊部隊 OB である。フィリピンで赤ん坊の検査をする第一特殊部隊グループ隊員、グリーンベレーは、戦闘部隊であるとともに、友好国の軍や新米軍事組織に特殊作戦やタイゲリラ戦の訓練を施す訓練部隊でもある。グリーンベレーの最も有名なモットーは、抑圧からの解放であり、戦時には、 ハーツマインズや、現地人で構成されたゲリラ部隊の編成及び、訓練、指揮などが、主な任務である。2001年9月11日の9.11テロの、報復軍事進行では、反タリバン政権の代表的な勢力である、北部同盟に、近代戦術の訓練を施した。実際に、彼らが戦闘に参加する際は、対ゲリラ戦、敵地や敵部隊の偵察、 石膏、正規部隊の先導といった突入任務、空挺部隊の降下地点の選定誘導、爆撃機や攻撃機の爆撃誘導など、最前線で後続を確保するための結露を開くことが主な任務となる。また、敵の後方撹乱や破壊工作なども行う。詳細は歴史の項で書す。アメリカ特殊部隊のルーツは18世紀半ばにイギリス。 フランスが戦ったフレンチ・インディアン戦争における民兵組織である。彼らのような不正規戦部隊は続くアメリカ独立戦争や南北戦争でも広報格乱任務などで活躍している。第二次世界大戦下に現在のグリーンベレーに近い部隊が創設された。1942年7月、モンタナ州で米兵やカナダ軍病を中心に ドイツ占領下のノルウェーで特殊作戦を行うことを目的とした第一特殊任務部隊が編成される。しかし、ノルウェーでの作戦は非現実的だったため、正規戦闘部隊としてイギリス軍コマンド部隊を手本に創設された第一、レンジャー部隊と共にイタリア戦線に投入されたほか、アメリカの同盟国の軍隊や特殊部隊の育成、訓練もいった。また、 これ以外にも CIA の前身である OSS のメンバーを中心に東南アジアへ向けて文献体が編成、投入され太平洋戦争でのキスカ島奪還作戦で活躍した第二次世界大戦終結後新たにイデオロギーの対立が世界を東西に2分した冷戦であるフランス領インドシナの第一次インドシナ戦争イギリス領マラヤのマラヤドーラ 朝鮮半島の朝鮮戦争が勃発し、ソビエト連邦と中国に支援された民族解放と呼ばれる新たな戦争の形態が確立した。こうした事態にイギリス軍は空軍の連帯と偽装して SAS を再編、マラヤへ投入した。朝鮮半島ではソ連と中国に支援された北朝鮮軍が南進を開始し、これにより米軍は急遽、 増援部隊を派遣して対抗した。米軍部隊との通常戦闘における敗北が目立ち始めた北朝鮮軍は戦法をゲリラ戦に変更した。ハーグ陸戦条約を無視したゲリラ戦法の前に正規戦用に訓練された米軍は大いに悩まされた。米軍は対ゲリラとして第二次大戦のイタリア戦線で活躍したレンジャー部隊を 朝鮮半島に投入したが、思った以上の戦果は上げられなかった。対戦終了後に第一特殊任務部隊は解体され、しばらくはアメリカ軍には不正規戦部隊が存在しなかった。しかし、米ソの東西冷戦が確立したことをきっかけに、ロバート・マクルアー順将により、1952年6月19日、現在は、 特殊部隊の基地で有名となったノースカロライナ州、フォート、ブラッグの心理戦センターで、第一特殊任務部隊や OSS、レンジャー部隊の出身者を中心に、第1特殊部隊グループが創設された。この 10SFG は、非公式に、朝鮮戦争に投入されている。第二次大戦より、東南アジアと深い関わりがあり、インドシナ戦争以前からアメリカはベトナムに、 関与していた。フランスがベトナムから正式に撤退すると、アメリカは公式に、経済、軍事的に援助を開始する。1953年に、10ス SFG は、西ドイツに派遣され、米軍は、フォートブラッグに残る部隊を拡大して、第77特殊部隊グループを編成する。この77ス SFG の文献隊が、1954年に、 タイと南ベトナムに軍事顧問として派遣された。1956年、心理戦センターは特殊戦争センターに改称される。1957年に77ス SFG より選出された文献隊と埼玉県朝霞市のキャンプドレークに駐屯していた文献隊を中心に特殊部隊グループの3番目の部隊、第1特殊部隊グループが インドシナ半島の共産化を防ぐために編成される。同部隊は沖縄を本部とし、台湾、タイ、ラオス、ベトナムへ派遣された。また、同時期に南ベトナムのニャチャンでコマンド訓練センターが開設した。1961年10月12日、フォートブラッグにて特殊部司令官ウィリアム・ P ・アーボロー、順将と会うケネディ大統領。 ホワイトスター作戦におけるプロジェクト404に参加する第7特殊部隊グループ隊員1960年に77ス SFG は第7特殊部隊グループと解消され南ベトナムの軍事顧問として派遣され現地で4番目の部隊第5特殊部隊グループが編成されるまたユタ州フォートベニングで1961年5月1日に 第19特殊部隊グループが編成される。同年9月25日、当時のアメリカ合衆国大統領ジョン・ f ケネディが議会で冷戦下では秘密戦争がある時で特殊部隊が必要であると発言。これによりゴスエス g フジがフォートブラッグで特殊部隊として正式に創設され、ベトナム戦争で特殊作戦に従事した。また、ケネディ大統領は 同年10月12日に、フォートブラッグを訪れた、際、特殊部隊員たちを激励している。これ以降、特殊部隊グループに所属している将兵には、緑色のベレー帽の着用が認められ、後に、グリーンベレーの通称で呼ばれるようになる。だが、伝統を重んじる、軍上総部は、当初着用には反対だった。だが、ケネディ大統領が、彼らは特別だ。期待している。 と言って決まった。ゴス SFG は、ベトコン対策を支援するため、南ベトナムに派遣される。ちなみに、同時期に陸、海、空、海兵隊において、不正規戦部隊の編成が開始される。グリーンベレー設立当初、一般部隊の指揮官たちは、自身の部隊の優秀な兵士が特殊部隊に、編入されてしまうため、グリーンベレーを嫌っていた。 もともと、一般部隊からの叩き上げ軍人は、特殊部隊を嫌をする傾向があり、特殊部隊に志願しようとする兵士に、嫌がらせが降りかかるほどだった。ベトナム戦争を通じ、グリーンベレーが一貫して言っていた任務は、ベトナミゼーションである。これは、ベトナム戦争を、ベトナム国内の問題として、できる限り米国の軍事介入を避けるため、 現地人の手に委ねようという試みである。1961年11月のブオンエナオでグリーンベレーは CIA の支援を受け民間不正規戦グループ計画をスタートする。この計画はベトナム中部山岳地帯に住む少数民族モンタニアールに軍事訓練を施し南ベトナム軍不正規戦部隊として活用するというものである。彼らは訓練の他に モンタニアールと共に生活しながら、医療活動などを通じて、信頼関係を築き、その結果、支持計画は成功を収めた。1963年の終わり頃には、米軍特殊部隊に忠誠を誓う1万8000名の支持攻撃隊員が120個中隊で編成され、グリーンベレーによる指揮のもと、国境周辺のパトロールや監視を行った。最大で、 80もの前線基地で4万人の支持隊員が北ベトナム軍や南ベトナム解放民族戦線と戦闘を繰り広げた。ちなみに当初アメリカ軍は支持部隊を南ベトナム軍の指揮下に置くつもりであったが彼らのような山岳少数民族は差別を受けるためトラブルが絶えなかったという。そのため支持部隊は ベトナム戦争が終結するまで、米軍の指揮下で活動した。このように、ベトナム戦争では、大きな人的損耗を出すことなく、価値ある、軍事支援を行ってきた。少数の軍事顧問によって、敵地に大規模戦闘部隊を作り上げる、彼らが、戦力増強部隊と自称するゆえんである。また、現在では、地元人との意思疎通のため、現地語も学ぶ。だが、 ベトナム戦争時は任務のため語学訓練が不完全なまま現地入りしなければならなかったので臨機応変な対処が必要だった。1962年2月、ついにアメリカは南ベトナム軍に対して本格的な訓練を開始するため幕部が創設される。同年9月、ベトナム各地で活動しているファースト SFG、ゴス SFG、 セブンス SFG を統括するため、ベトナム派遣アメリカ特殊部隊司令部ガニャちゃんに設立される。1963年2月、アメリカ軍事顧問団は、顧問軍と名称を変更し、1964年に、南ベトナム軍特殊部隊の訓練を開始する。それまでは、各グリーンベレー部隊の A チームが、半年交代の一時派遣であったが、 戦闘が拡大したため、部隊ごとベトナムへ赴くことになる。1963年に、パナマのフォート・ギュリックで、第8特殊部隊グループが創設され、12月5日にも、フォート・ブラックで、第3特殊部隊グループが編成される。1964年5月、プロジェクト・デルタが始動する。この計画は、指示隊員と LLDB 隊員に長距離。 偵察訓練を施すものだったが、実戦に投入されたのは、指示隊員とグリーンベレー隊員の志願者の混成部隊だった。彼らは、ロードランナーという通称で呼ばれ、チャールズベック・ウィズの指揮下で行動した。初期編成は12個の偵察チームだったが、後期には16個へと拡大された。1個偵察チームは、グリーンベレー2名と指示4名の、 計6名で構成される予定であったが、実際には、グリーンベレー4名、指示6名の、計10名となった。この、特殊長距離偵察パトロールは多大な戦果を上げ、後の1967年にはより攻撃的な、戦闘偵察パトロール部隊へと発展。プロジェクトシグマ、オメガ、ガンマの各部隊が誕生する。1964年7月6日に、 ナムドン全勝基地でゴス SFG 文献隊チーム A-726 の隊員12名とモンタニアードの民兵が約300名、と数十名が北ベトナム軍約900名と激しい攻防戦を展開。1967年11月、幕ブサグがグリーンベレー、海軍のネイビーシールズ、海兵隊のフォースリーコン、空軍の 第90特殊作戦飛行隊などの核、不正規戦部隊を指揮、統制を行うため、新たに、サイゴン近郊のタンソニエット空港内に設立された。ちなみに、名称のサグは、実際には秘密裏に不正規、非合法活動を行うための特殊部隊司令部である、ことをマスコミに隠すためのカバーネームである。指揮権は、アメリカ国防総省、CIA が握っていたとされる。 ベトナム戦争においても、活動内容は秘匿性が高く、幕部や各部隊が所属している現体についても、作戦内容は一切明かされておらず、幕部の統制下というのは、形式上であり、実際は CIA の秘密作戦を行うものだった。なお、ベトナム戦争において、サグがどのような任務を行ってきたかは現在でもほとんど公開されておらず、謎が多い。 北ベトナム、ラオス、カンボジアへの越境潜入作戦、捕虜の情報収集や救出、北ベトナム側の要人の誘拐、暗殺などを行っていたとされる。1968年にプロジェクトフェニックスに参加。1969年12月1日、サード SFG が解散される。1970年には、 LRRP は1200名の指示を指揮下に置き、越境作戦などを実施した。また、北ベトナムの敵戦線広報の偵察のみならず、ラオス、カンボジアにも侵入していたと言われている。1970年11月20日、アイボリーコースト作戦に参加。1972年、a s SFG が解散。アメリカ国内の反戦運動が加熱し、 1973年1月にアメリカはパリ和平協定でベトナムからの撤退を公式に決定した。同年3月12日にその後の特殊作戦は南ベトナム軍に引き継がれたが1975年に北ベトナムの勝利で戦争は終結する。支持の損害は不明。米軍撤退後も彼ら山岳少数民族は ベトナム新政府と1992年まで戦い続けた。パリ和平協定で1973年3月には完全に米軍は撤退したが、南ベトナムが崩壊する1975年4月まで第69統合整備支援中隊のカバーネームで特殊部隊をアメリカ大使館に陸軍援護部隊として活動していた。作戦内容は、 CIA の指揮下で、ラオス、カンボジア、北、ベトナムに潜入する作戦であった。14個の地上戦部隊に、それぞれ2名のアメリカ人、4名の現地人で、編成されており、その他にも数名の非戦闘員で構成された。この間の戦闘で戦死した者は、戦闘中行方不明者扱い、または軍籍を除外されていた可能性がある。ベトナム戦争において、 グリーンベレーは CIA の指揮下での活動ではラオスでの特殊作戦が中心でパテトラオの共産軍に対抗するためラオス王国軍やメオ族におよそ3万人に訓練を施していた補給についてはエアアメリカという CIA が管理していた航空会社が言った1975年にはベトナム統一カンボジアでの民主カンプチア成立に伴い アメリカはラオスから手を引いた。この際、CIA の協力者8万人が処刑された。ジミー・カーター政権によって行われた人権外交で CIA は弱体化した。同じように特殊部隊も縮小化が行われた。もともとグリーンベレーなどの特殊部隊は作戦行動において秘匿性が強いため、前線では 正規部隊と個別に運用されることが多く、指揮系統も異なっていた。このため、グリーンベレー、他特殊部隊は、ベトナム戦争末期頃から、軍内部において孤立した存在となっており、人員削減を繰り返すことになり、縮小化の一途をたどる。1981年1月21日、大統領に、ロナルド・レーガンが就任すると、レーガン政権の下 CIA や特殊部隊は復権することになる。強いアメリカを目標に軍事強固路線をたどるレーガンはファースト SFG を再編。特殊部隊の勢力は取り戻され大規模戦争から小規模紛争に至るまで様々な戦争に対処できる部隊として位置づけられた。1978年にアフガニスタンに成立した共産主義政権を支えることを目的に 1979年にソ連はアフガニスタンへと侵攻した。これに対抗するため CIA はムジャヒディンを支援、武器提供などをした。グリーンベレーもアフガンの民兵を訓練しソ連軍と対決させた。アメリカ合衆国は中米地域に対して伝統的にも地理的にも強い影響力を持つが1959年のキューバ革命以降、 中南米に共産主義が台頭し始め、強い警戒を示していた。ベトナム戦争以降、アメリカ政府は、情勢不安定な地域に軍事顧問を派遣、新米組織の支援することが外交政策の一環となっていたが、中南米の共産化を防ぐ意味でも、現地軍の強化は死活問題であり、中米諸国に対して、グリーンベレーを中心とする軍事顧問を派遣した。 それが端的に現れているのが、エルサルバドル内戦における、エルサルバドル軍の支援である。エルサルバドルは1979年に内戦に突入、それから4年間で、左翼武装組織 FMLN が勢力を拡大、アメリカを大いに警戒させた。そのため、レーガン大統領は、急遽第三特殊部隊グループに所属する。 グリーンベレー隊員55名からなる軍事顧問団を編成、派遣した。しかし、ベトナム戦争の敗戦で外交政策に影を落としてしまったがため、レーガン大統領は軍事顧問団に戦闘地域を避け、訓練のみに徹するよう命じたとされる。グリーンベレーは到着後、タイゲリラ戦に特化した精鋭大隊を数個編成。この部隊をお手本として、 当時3万人ほどで構成されていたエルサルバドル軍は部隊を再編成強固な軍へと生まれ変わる。これにより1985年以降情勢はエルサルバドル政府有利になり1992年に政府側の勝利で内戦が終結した。なお、この内戦でエルサルバルド軍はゲリラ容疑者やンパをかき集めては 即決裁判を行い直ちに処刑するなど、非常に残忍であったが、陰謀論として、これら行為にグリーンベレーは関与したのではないかと疑われるも、明確な証拠は存在しない。東西冷戦が終結し、世界大戦のような大規模戦争の危機は遠のいた。しかし、東西冷戦下の二極化から、冷戦終結後の多極化への移行にあたり、 大国のイデオロギーや国力に押されていた民族、宗教問題による紛争が世界中で勃発する結果となった。これにより特殊部隊の重要性が増加、グリーンベレーも湾岸戦争やイラク戦争、アフガニスタン紛争などに投入された。現在は主に中近東やアフリカ諸国での対テロ作戦に従事しており、一部の部隊が中流、現地民への医療支援や、 食糧支援、ゲリラテロリストの捜索等、幅広い任務を行っている。2020年、女性兵士一人が特殊部隊員養成のための訓練を終了し、グリーンベレーに加わると明らかにした陸軍特殊部隊コマンドの指揮下には、5個、現役特殊部隊グループと2個、周辺特殊部隊グループが置かれている。なお、1960年に設置された第一特殊。 部隊連隊は事実上シンボル的な役割を果たす名誉組織となっており、通常の連隊としての機能は持たないため、ほとんど場合は組織編成表から省かれている。戦死者の遺体を迎える特殊作戦部隊員たちドイツ・ラムシュタイン空軍基地で、なお、担当地域は厳格に指定されておらず、必要ならば、他のグループが補強や交代として派遣されることが多々ある。 実例として、2001年のアフガニスタン戦争には、周辺部隊を含む全特殊部隊グループが投入されている。また、さきの湾岸戦争やイラク戦争でもメインの第5特殊部隊グループを補強するために、第10特殊部隊グループや第3特殊部隊グループが派遣されている。現役特殊部隊グループの定員は1765名で、グループ HHC。 1> 第1、第2、第3、第4の4個大隊グループ支援中隊から構成されている。周辺特殊部隊グループの定員は1382名で、グループ HHC、第1、第2、第3の3個大隊グループ支援中隊から構成されている。一つの特殊部隊グループの構成作業は、最小単位である12名編成のアルファ作戦。 文献体を6個集めるところから始まる。これに中隊本部の役割を果たす11名編成のブラボー作戦文献体を合わせて1個中隊が作られる。同じ作業をあと2度繰り返し ABC の3個中隊に大隊本部の役割を果たす37名編成のチャーリー作戦文献体と97名編成の 大隊支援中隊を合わせると1個大隊が作られる。最後に4個大隊と89名編成のグループ HHC、そして144名のグループ支援中隊を合わせて1個、特殊部隊グループの完成である。なお、ABC の各中隊に所属する ODA は習得すべき技能が決められており、A 中隊の ODA は、ハホハロ B 中隊の ODA は潜水及び水中作戦。C 中隊の ODA はムート、CQB をそれぞれチーム技能として維持、発展するよう求められる。人員構成はすべてのアルファ作戦文献隊には ODA-1235 のような4桁のナンバーが付番されており、それによってその ODA の所属する特殊部隊グループ。 大体、中隊が識別できる仕組みになっている。詳しく述べると、ODA に不番されている4桁のナンバーのうち、最初の1桁はグループを、次は大隊を、その次は中隊を、そして、末尾の数字は何番目のチームかをそれぞれ表している。これを現役及び、周辺の各特殊部隊グループごとに見ると、以下のようになる。戦闘から2桁目以降の数字に関しては全。 グループ共通の割り当て方となっている。先頭から2桁目の大体を表す数字には1から、4のいずれかが、先頭から3桁目の中体を表す数字には1から、3のいずれかが、末尾の ODA を表す数字には1から6のいずれかが、それぞれ割り当てられる。これらを踏まえた上で、例として、戦術の oda-1235 というチームを見てみる。まず、先頭の1は第1特殊部隊グループを表している。次の2は2番目の大隊、つまり第2大隊を表している。その次の3は3番目の中隊、つまり C 中隊を表している。そして、最後の5はその中隊に所属する5番目のチームだということを表している。よって、 ODA-1235 は、第1特殊部隊グループ第2大隊 C 中隊に、所属する5番目の A チームということになる。2008年8月8日、第5特殊部隊グループで4個目の特殊部隊大隊が、活動を開始した。これは、現在も進行中である、米軍特殊作戦部隊トランスフォーメーション計画の一部で、あり、加えてここ近年、 アフガニスタンやイラクにおける任務で多忙だった ODA のオープテンポを軽減するための措置であった。予定では今後約1年ごとに他の特殊部隊グループにも4個目の大隊を増設していくようである。なお、新設された第5特殊部隊グループ第4大隊の人員は同グループ内の他の大隊 JFK 特殊戦センターなどで教官を務めているベテラン隊員。 たグループからの主眼者選抜訓練を突破したばかりの新入り隊員などから確保したというが今後も同様の手法でまとまった人員確保を継続できるか否かが注目されている一部のソースによれば特殊部隊内には政治的に微妙な作戦に従事する小規模な隠密藩が存在すると言われる関係者の間ではそのメンバーの風貌から ロングヘアチームとも呼ばれているという。当然のことながら、チームの存在は、通常の部隊編成表には載っておらず、また、彼らは、通常の指揮命令系統からは、外れて、国防総省や、その他政府機関の直接指揮下に入って活動をすると、される。グリーンベレーは、陸、海、空から、作戦地域に潜入及び離脱ができる。 陸路からの潜入には、オートバイやクワッドから 4WD などの全地形に対応できる車両まで、あらゆる種類の輸送手段を使う。海からの侵入では、複合艇やカヌを使用したり、特殊な水中呼吸器を使用し、泳いで上陸することもある。空からは、ハロなど特殊な降下法を使用し、敵地にパラシュート降下する。以上が、基本的な志願資格である。 これらの他に志願者の階級に応じて、さらに条件が追加される。以上の条件を満たしたものは、事項で説明する特殊部隊資格過程に送られる。特殊部隊員の証である緑色のベレー帽と特殊部隊タブを勝ち取るためには、長く厳しい特殊部隊資格過程を終了しなければならない。旧コースは以下の6段階から構成されている。 訓練を担当するのは JFK 特殊戦センターの第一特殊戦訓練グループで同グループの共感のほとんどはベテランの特殊部隊員である特殊部隊評価選抜では訓練生がこの先長期にわたる特殊部隊資格過程を継続できさらに特殊部隊員として配属後も勤務し続けられる基本的な素質を備えているか否かを見極めるためのもので 体力テスト、障害物コース、走破訓練、行軍訓練、基本的なランドナビゲーションと、サバイバル訓練、問題解決能力の測定、チームワークなどが含まれている。スフェズ合格者のうち、可視館の者に対しては、現役の5個特殊部隊グループ、必須習得言語、4種類の特殊部隊専門技能についての説明が行われる。彼らは、その説明を聞いた上で、 希望リストに自分の希望する配属グループ、習得言語、専門技能を記述して提出する。このリストは上層部が各訓練生にどの言語と専門技能を習得させ、どの特殊部隊グループに配属するか判断する目安として用いられる。平均して訓練生の8割程度は希望通りになるというが、当然、 その時々特殊部隊側が要求している内容が優先されることは言うまでもない。その後、訓練生たちは、教官が指揮する IODA と呼ばれる15から20名ごとのチームに分けられる。ここで出会ったメンバーとは、基本的に、休校卒業まで苦楽を共にすることとなる。この段階は、訓練生の語学レベルを特殊部隊員として、 最低限要求される水準にまで引き上げることを目的としている。しかし、この時点で、すでに訓練生の語学レベルが国防語学熟練テストの要求水準に達していれば、この段階が免除される場合がある。なお、空挺資格やセキュリティクリアランスの取得見込みとして、コースへ参加した者の,のうち、この第2段階開始までに取得できなかったものは、 失格となる。語学の習得状況は熟練度によって分けられており、基本的なコミュニケーションができるのが熟練度1。ある程度高度な会話が可能なのが熟練度2。ネイティブ並みの会話ができるのが熟練度3である。熟練度3に達するには最長で3年近くかかることもあるという。また、訓練では頻繁に試験があり、 常に7割以上の得点をキープしないと失格となる。習得言語分野の一覧は以下の通り。この段階では高度なランドナビゲーション、小規模部隊における指揮運用、偵察パトロール待ち伏せ攻撃など上級風評技能と基本的な特殊部隊戦術の習得に主眼が置かれる。また、最後の3週間はセレ過程で専門的かつ過酷なサバイバル訓練と 尋問耐久訓練を受けることになる。この段階では、特殊部隊の士官、または、下士官として必要な専門技能の習得に加え、他機関との連携活動要領の教育も実施される。士官は、特殊部隊文献対象高過程に、下士官はいずれかの専門家過程に参加する。最終段階である、この訓練は、ロビン政治と呼ばれる。 被在来戦の大規模な野外演習が中心となっている。この演習の目的は、演習場に架空の国家を設けて、そこに訓練生のチームを投入し、敵支配地域への潜入、現地勢力との接触、交渉、協調関係の構築、教育訓練の実施、攻撃の組織化、敵支配地域からの脱出までまさに実際の任務に、 もしてその手順を習得させることにある。訓練生はこれまで学んできたことの集大成をここで発揮する。ちなみに演習名のロビン・セージは特殊部隊創成期の将校の一人であったジェリー・エム・サージュ・大佐とこの演習の行われる地名に由来する。サージュ・大佐は対戦中に OSS 将校として北アフリカで戦い、戦後は特殊戦学校長や 第10特殊部隊グループ司令官を歴任した人物である。ロビン政治を終えた訓練生は終了手続きを済ませた日の午後に合否判定を受け取り、その後の数日間でこれまでの訓練で使ってきた装備の点検と返却、訓練に関するレポート作成等の事務作業を行う。やがて卒業式典の前日になると、 合格者の元にはその人物の配属先の特殊、舞台グループから代表者がやってきて、配属先のフラッシュが縫い付けられた緑色のベレー帽が手渡され、新隊員の紹介を兼ねたディナーへ招かれる。ディナーの翌日には盛大な卒業式典が待っている。訓練生は、家族、同僚、教官たちが見守る中、一人ずつ壇上に上がり、JFK 特殊戦センター司令官から、 卒業証書を手渡される。また、合格者には他に、軍服の肩口につける特殊部隊タブ、隊員個人の名前とシリアルナンバーが刻まれた、ヤーボローナイフと呼ばれる、防イナイフも支給される。こうして見事、訓練生から、新入隊員となった者には2週間の休暇が与えられ、それが終わると、次の2週間で配属先への移動準備を行う。しかし、 着任後もすぐに実戦に参加できるとは限らない。例えば、自分の配属された A チームがすでに海外で任務についている場合は、彼らが帰還するまで待たなければならないし、さらに、最初のうちは、実務と並行して、軍事自由効果、水中作戦、近接戦闘など、自分の所属する A チームの専門技術を習得しなければならない。 したがって、一人前のグリンベルー隊員になるには、選抜訓練を終えてもなお数年を要するのである。組織構成の項で触れた通り特殊部隊は、慢性的な人材不足に悩まされており、近年ではそれに追い打ちをかけるようにして、民間軍事会社の対等によって、ベテランや若手の特殊部隊員が引き抜かれている。そこで最近、米陸軍は、18X プログラムという、 リクルート計画を開始した。これは、軍隊経験の全くない民間人を該当募集して特殊部隊員にしようというものである。正しく言えば、18X とはこのリクルート計画に合わせて新しく設置された特殊部隊 MOS の一つで、いわば特殊部隊員見習い資格のことである。通常、 新兵として陸軍に入隊した場合、基礎訓練を終えて1年間以上の勤務につかなければ一等兵にまで昇進しないが、この計画では応募者を最初から一等兵待遇で入隊させ、手続きを終えるとすぐに基礎訓練と上級訓練に参加させる。これらを17週間で終わらせると、今度は3週間の基礎空定訓練を受けさせ、グリンベレー志願者の最低条件である。 空挺資格を取得させる。その後、30日間の特殊作戦準備過程を経て、急コースに送り込み、即席のグリーンベレー隊員を育成するのである。しかし、1960年代における特殊部隊増強の折、本来ならば、ふさわしくない人材が多数入隊し、結果的に部隊の質低下を招いたことを知っている。現役ベテランや OB の隊員たちからはかなり批判の、 声が上がっている。また、レップ -63 という制度も存在する。これは、周兵と予備役から志願者を募集するものだが、急コース第3段階に行われる。専門技能訓練のうち特殊部隊、医療衛生専門家家庭と特殊、部隊通信専門家家庭には参加することができないという条件付きである。上記に示したものは、 特殊部隊に入隊するための過程であるが、すでに何年もの実務経験を積んだ隊員を対象としたより高度な過程も解説されている。陸軍特殊部隊の通称として緑色のベレー帽が存在するが、この通称は特殊部隊創設当初から存在していたものではない。もともと緑色のベレー帽は正教と言われる英国王立海兵隊が着用していたもので、 それを気に入った第10特殊部隊グループのヘルベルト、R ・ブラッカー少佐が1953年に初めて持ち込んだ。それが翌年には、第77特殊部隊グループにも広がり、アドファマイナス32隊長だった、ロジャー・ペトセル中尉が、自らのチームの非公式ヘッドギアとして採用した。そして、1955年には両グループともに、 自分たちの正強さと独自性を表すシンボルとして、グリンベレーを聖望に指定したのである。しかし、陸軍上層部は、ベレー帽を心よく思っておらず、高級将校たちの中では、議論が沸き起こった。当時、ヨーロッパ諸国の軍隊の特徴とも言えたベレー帽を、伝統ある、米陸軍に持ち込むことに対する強い反発や、信仰であった。 特殊部隊の主張が特殊作戦に無理解な、軍部保守派の激凛に触れたことがその理由である。だが、1961年、当時の特殊部隊総司令官だったウィリアム・ P ・ヤーボロー順将は、被在来線に強い興味を抱いているジョン・ F ・ケネディ、大統領がフォートブラッグを訪問することを知ると、すぐさま大統領の側近に連絡を取り、ベレー帽着用を購入するように打診した。 そして、訪問日に特殊部隊を越平して満足した。大統領は、同年9月25日に、すべての特殊部隊員に対して、グリーンベレーの正式着用許可を与え、これによって、特殊部隊のシンボル及び通称として、グリーンベレーが使われるようになった。グリーンベレーが登場する著名な作品。フィクションには、頻繁に登場するためか、特殊部隊の中でも特に知名度が高い。 ロビン・ムーアの小説とそれをジョ、ムエイン主演で映画化した、グリーンベレー、フランシス・フォード・コッポラ監督の映画、地獄の目白録、シルベスター・スタローン主演の映画、ランボー元隊員の主人公らが活躍する、特攻野郎 A チームなど、当時現役隊員だったバリー・サドラー軍曹の歌った、グリーンベレーのバラード、ビジュアル版世界の特殊舞台、戦術、歴史、戦略、武器マイク、 ライアン、アレグザンダー・スティルウェル、クリスマンゲン処 P17、小林原文、ベトナム王、ソフトバンククリエイティブ ISBN47 億9730万 8346P190 これらサグの活動の一端は、フィクションであるが、映画、スパイゲームの中である程度描かれており、サグが当時言ってきた、任務内容がわかりやすく表現されている。エアアメリカは、 現在、民間に売却されている。女性兵士、米陸軍特殊部隊、グリーンベレーに加入へ、市場所。https コロンスラッシュスラッシュ www.cnn.co.jp スラッシュ usa スラッシュ 35156640.html2020 年7月24日閲覧。国家が保有している機密の書類や、 物件の取り扱いを託すのにふさわしいと認められた人物に与えられる資格証明のこと。TIA、FBI、CIA などを総動員して志願者の米国籍の有無から徹底的な身元調査、素行調査、心情調査などを行った後に認可されるが、その中のチェック項目に一つにでも適合しなければ取得することができず、 特殊部隊資格課程の第2段階以降に参加できない。よって、セキュリティクリアランスの取得は最重要であり、ベトナム戦争中は、これの取得ができずにグリーンベレー入隊を諦めた兵士が多数存在した。コンバットマガジン2006年3月号、ワールドフォトプレス P27。ありがとうございます。